今回もですね、あのホワイトボードを使ってですね、ちょっと話していきたいと思います。で今回ですね、まあ、僕のチャンネル結構いいやっぱり eBay の、えーまあ、動画が伸びてますし、eBay に興味ある人が多分見てる確率の方が高いので、まあ、今回はですね、僕の eBay の失敗談っていうのをですね、ちょっと話していきたいと思います。まあ、やっぱり失敗と一緒であのやらなきゃよかったことですよね。 やらなきゃよかったことなんですけどもこれを、まあ、例えば数個ピックアップしてこんな感じで数個ピックアップしてで多分これから ebay 始めたい方とか今やってる方であこれやってみようかなとか今やってることが、まあ、実際にあのもしかしたら無駄かもしれない今やってることがあっているからそれを、まあ、継続して続けていこうとか結構やっぱり人の失敗談を聞くことによって まあ自分のその道っていうのを結構修正できたりするので,で僕も ebay 施だと2013年からアカウント作ってもうかれこれ8年ぐらいになるので、まあ、その失敗談を聞くのって結構いいんじゃないかなって思うんですよねだからやっぱりこういう話もその、まあ、やっぱりコンサルセの方とかもやっぱ聞いてほしいですし 普通に YouTube をこれから e a e やろうかなとか今やってる人で不安があるっていう人にもぜひ聞いてほしいので、まあ、ちょっとあの僕の失敗談っていうのを、うん、やっぱり参考にしてほしいっていうのがありますね。やっぱりやらなきゃよかったことなんですけど、まあこれでかい商品ですね。でかい商品。でかい商品を買わなきゃよかったっていうのがあって、 あまあちょっと文字ちょっと見づらいんですけど、まあ、多分今後こんな感じになっちゃいますね、その、書きやすいんですよね、こっちの方が。でかい商品やらなきゃよかったってことになるんですけど、でかい商品買うと、あの、東京で一人暮らしの時から ebay ーーやってたんですよ。で、えー、っとね、1K。で、部屋は1つ。 確かね、7、7、7畳ぐらいかな。7畳ぐらいの部屋でしたね。でもね、収納はね、結構あったんですよ。収納スペース。収納スペースは結構あったんですけど、あの、でかい、ちょっとでもでかい商品、例えば、でっかいぬいぐるみとかフィギュアとかあるじゃないですか。ああいうのも、あ、これ限定だから買っちゃおうみたいな。 ノリで買っちゃった時が結構あって予約商品とかあの何かのコラボ商品とかあの実際に売れていてあのたまたまメルカリとかで安く、えー、と出品者がいたみたいなたまたまリサーチしたりとかででかい商品をやっぱり買っちゃうと収納スペースがこれすぐパンパンになっちゃうんですよ収納スペースがすぐパンパンになっちゃってあのー、もう 隙間がなくなくるんですよ隙間っていうかあの空白の部分がなくなるんですよ空白これあの人間ってその収納スペースがあるとあのギリギリまで詰め込んじゃうあの法則っていうのがあるんですよ何ていうのかちょっと忘れちゃったんですけど例えば財布とかパンパンな人いるじゃないですかレシートがパンパンとかあとは例えば靴の下駄箱がパンパンとか いますよねあと食器棚がパンパンとかこれもあのギリギリまであの使っちゃう法なんかある,あるらしいんですよ法則がこれ逆に言うとその給料もらってギリギリまでいつもお金を使っちゃう人っているじゃないですかこれもその法則であるんですよ人間は常にその置かれた立場置かれたスペースであったりとか空白っていうのをギリギリまで詰め込んじゃう だからこそあの収納スペースとかは7割ぐらいがいいって言われるんですよ。3割ぐらいは残しておいて、あのいつでも新しいことをそこで、まあ、詰め込んでいけるようなことっていうスペースを常に置いとくと、ノみミスもそうですよね。常にあの余,力余力であったりとか、まあ、常にその余裕っていうのを置いとくと、やっぱり新しいことっていうのが舞い込んできやすくなるんですよ。そう 僕がやらなきゃよかったことは、本当でっかい商品を、あの、結構買ったことあるんですよ。なんか、等身大のぬいぐるみみたいなとか、まあ、等身大っていうかキャラクターの等身大のぬいぐるみとか、なんか普通にでっかい、でっかいフィギュアみたいなものとか、あとカメラとかもそうですよね。カメラとかも普通にでかいんですよ。あの、昔の、例えばマミヤとか、あとは、何があったっけな マーミヤと,とかハッセルブラッドとかなんかそういうの買ったんですけどカメラとかもほんと10個ある,あるだけで本当に収納スペースがパンパンになっちゃうのでもう本当にでっかい商品はあのー、本当にやって損でしたねもう 500g 以上とか1キロ以上とか本当にやんなきゃよかったなと思いますね だからやらなきゃよかったこととにかく今でっかい商品をやっている方は絶対にどん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 小さい商品であの仕入れしていった方が絶対いいですねだからあのー、商品を僕有罪後で本当に何千点とか何万点ってやってたんですけど一人ずつこの東京の 1K の時からそうするとあの売れた商品を探すんですよ例えば ゲタ箱の中とか玄関の収納スペースとかあとはベッドの下にあの収納の棚みたいの入れてベッドの下とか入るじゃないですかあれも2つ入れましたしでっかいやつであとは本当に普通の収納スペースとかキッチンの棚とか使ってで見つからない時はず全然見つからないんですよ本当に1つの商品見つけるのに 多分最長で2時間とかかかったりした時あったんですよ。で、20分、30分見つからないなんて当たり前だったんですよね、そんだけあると。だから、やっぱり最初からしっかりと管理しとけばよかったっていうのはありますね。あの、この場所はここに置いてあるとか、この値段からこの値段はここのスペースとか、この背景はここのスペースとか、この商品はこことか。 要はもう8年間独学でずーっとやってたのであのこうなることってわかんないじゃないですか実際に自分が8年後どうなってるか7年後どうな,なってるかとかってだから最初からめちゃくちゃ超きっちりとあの管理しとけばよかったなってありますねだからでっかい商品ですよねでっかい商品はやらなきゃよかったとあと本当に管理ですね管理をしっかりしとけばよかった 管理をししっっっかかりりとけばよかったっていうのもありますねだからこれ逆の逆にやればいいんですよ全部だからでっかい商品だったら小さい商品管理がダメだったら管理を今度しっかりやっていくあとはあのー、リサイクルショップに行きまくってた時があったんですよリサイクルショップショップとかあとはお店 普通のリアル店舗これもあの行かなきゃよかったって思ったんですよ今思うとなんでかって言ったら今インターネットで何でも手に入るじゃないですか Amazon とか楽天とかあの例えばメルカリとかヤフオクとかフリマサイトとかだからこれ電脳電脳セドリっていうんですけど要はリサイクルショップに行くってことは往復の時間もかかりますよね 往復の時間、あと身支度とかかかりますよね、往復の時間、身支度、あと交通費かかりますよね、電車賃、ガソリン代とか。あとは余計なものも買っちゃったりしますし、余計な場所に行っちゃったりするんですよ。あ、せっかくここに、ここまで来たから、なんかうまい飯食っていこうとか、ラーメン食っていこうとかっていう思考になっちゃうので、あの本当にリサイクルショップ、もうめっちゃ行ってた時あったんですよ、ハードオフ。 まあぶっちゃけ言うとハードオフめっちゃ言ってた時あって友達とハードオフってあの変な音楽流れてるんですよ常になんか BGM ハードオフの BGM ハードオフの BGM 流れてるんですけどあの常にずーっと流れててこれ聞きまくりましたね本当にハードオフの BGM はねもう二度と聞きたくない なんかポ,ポ,ポップなポップな曲ハードオフのように BGM はもうずっと聴いてたんです要はハードオフ行ってたまにリサーチとかやってたんですよ友達とだからね結局1人じゃ行かなかなったんですよ友達とハードオフに行くってことは友達と準備をして車に乗ってハードオフ行って飯食ってラーメン食って飯食ってで結局帰るみたいな。 まぶっちゃけ言うとハードオフにいる時間って1時間とかじゃないですか1時間とか1時間半とかでも往復の時間とか準備したりとか飯食う時間って例えば3時間ぐらいに3時間あったとしたらやっぱりそこの時間って無駄なんですよねそうだからそれだったら家にずっとこもってあのパソコンを置いて家で全て完結できるような空間を作った方がいいんですよ 家で仕入れられるとか、家で写真撮影できる、家で出品採用できるとか、あの家で、まあ、例えば誰かと話すんだったら家でズームするとか、そう、全部家で完結するようにした方がいいですよ、本当に。だからハードオフの、ハードオフ行くとなんか音楽流れてるんで、これもトラウマですね。で、やっぱり、 何か俺カチカチ鳴るんですよねこれ嫌だな,な結局あのお店に行くと爪痕を残したいんですよ爪痕で物販物販においての爪痕,爪痕っていうのを何かし何か仕入れないとっていう気持ちになっちゃうんですよ仕入れないとそうすると なんかね、お店に行くとついつい買っちゃうんですよ。ついついつい買っちゃう。これね、多分誰でも経験あると思うんですけど、ハードオフとかブックオフとか、リサイクルショップに行った時に、ああ、せっかく来ちゃったからみたいな、ついつい買っちゃおうっていうことがなっちゃうと思うんですけど、だからこそお店行かない方がいいですね。あの本当に家で 完結家ですべてが完結できる要は環境っていうのを作った方がいいですねだからリサイクルショップであったりとかあとはあのお店ですねほんと行かなきゃよかったなと思いますねあと僕に、ね、一時期ねカメラ転売もねやったんですけどこれもねやんなきゃよかったですねそもそもカメ,ラカメラってマジ奥が深いんですよ あのカメラって超精密機械なんで買う人もやっぱマニアなんですよだからその人たちが納得できないことがあるとすぐクレーム来るんですよクレーム来たり返金したりとか返品したりとか。 だからカメラって、なんか傷とか、あのシャッターが切れないとか、シャッタースピードとか、フラッシュがつくとか、レンズにカビがあるとか、レンズに汚れがあるとか、レンズに傷があるとか、あの要はガタガタ言うとか、めちゃくちゃあるんですよ。要は、なんですか、チェック項目が。あと、レンズとかも置いとくとカビ生えちゃうんですよ。だから、カメラのレンズを収納するケースとか買わなきゃいけないんですよ。そう。 あとカメラのカメラの聖地といえば中野なんですけど中野に不二家カメラっていうところがあってあの友達とこのカメラ店舗、まあまあ、参入しようと思った時に実際にあの仕入れに行ったんですよ二人で,でも結局往復の時間とか結局飯食ったりとか,なんか遊び行ったりとか飲み行ったりとかあの結局行っちゃったからついつい買っちゃうマインドですよね爪痕を残そうとか。 で、結局カメラ大きいから収納スペースすぐにパンパンになっちゃうみたいな。もう何も意味がないんですよ、これだった。だからカメラ転売も本当やんなきゃよかったっすね。で、カメラ転売やっぱりクレームとかめっちゃ来ましたよ。クレームとか質問とか、うん、返品しろとか返金しろとかめっちゃ来ましたね。ハードルめちゃくちゃ高いと思いましたね、カメラ転売。も,もう二度とやり,やりたくないですね。 うーんそうあ,あとね、これもね、これも超失敗だ。オークレボ。あオークレボっていうか、まあ、オークレボには限らない,らないんですけど、僕、オークレボっていうなんか倉庫みたいなとこ借りてて、やってくれることが、その倉庫に商品を送ると、向こうがプ,プロっていうか、まあ、上手い人が写真撮影してくれて、 で、管理してくれて、売れたら発送してくれるんですよ。で、値段っていうのが毎月、売れても売れなくても固定費っていうのが必ず5,800円かかったんですよ、当時は。今わかんないですけど、僕の時は5,800円かかって、で、これはペーパルから引き落としっていう形になってたんですけど、で、発送に、発送が売れたら1つに月き200円、手数料が200円、プラス送料っていう形だったんですね。だから、このカメラ転売とかも、も 要はでっかい商品を間違えて独学でやってたんでやっぱ仕入れちゃった時にもう部屋パンパンになっちゃったんですよだからもうとりあえずまあカメラとかであのオークレボっていうところで友達があるよって教えてくれたんでああじゃあ俺もそこ使おうかなっていう感じで送ったんですけど結局毎月5800円取られたりとかあの手数料かかったりとかであの全くやる意味がなかったんですよ今はもう解約しちゃったので要は発送代行会社とかあの 要は、ランニングコストですよね。要は、毎月必ずマイナスになるもの、固定費がかかるものっていうのを契約しなければよかったと思うんですよ。だから僕の友達だったら、例えば、あの、レンタル、レンタルスペースレンタル倉庫みたいな借りてるやつもいたんですよ。だからこれも、うん、月に7000円くらいかかってるって言ってて、 で、今は、その友達、もともとカメラ転売のスクールで失敗して、あのー、今もレンタルスペースだけに払、金払ってる、払い続けてるっていう人いるんですけど、マジ無駄じゃないですか。だから、レンタルスペースであったりとか、あのそういったものはもう、失敗でしたね、借りて。なんでこれを借り、レンタルスペースを借りたかっていうと、やっぱり、でかい商品とか、あのー、この、ついつい仕入れちゃったとか、 あのこういったことが結局もう抱えきれないってなってレンタルスペース借りて結局毎月の,レンあのランニングコストがかかっちゃったこのランニングコストっていうのは一番無駄なんですよビジネスにおいてこのランニングコストがゼロに近いほどやっぱり利益率が高いですし、うんまあ、自分の売り上げが高くなるじゃないですかだからこのランニングコストマジいらないですね本当に だからこのランニングコストもかかることっていうのもやらなきゃよかったですね。まああと失敗談っていうと、まあ、まとめるとやっぱり小さい商品を狙いましょう。最初から本当に初めから管理をしっかりしましょう。であとできる限りお店に行かない方がいいです。なんでかって言ったらお店に行くこと自体はお店で買うのは別に仕入れてはいいんですけど 要は往復の交通時間と、あと交通費。あとはついつい買っちゃうマインドが出てくるんで。あとは例えば店員さんの目とか。うん、ありますよね。そうそう。だから、これもやらなきゃよかった。あとカメラ転売もやらなきゃよかった。あとオークレボー、大暮れ棒。大暮れ棒にもひ、まあまあ、大暮れ棒のことは、まあ別に安くていいとこだと思うんですけど、要は固定費がかかることはやらなきゃよかった。っていうのはありますね。 僕無在庫もやんなきゃよかったっすね、一つ言うと。無在庫もその手法を知ったときに、あめっちゃいいじゃんと思ってやったんですけど、あのー、結局、売れても在庫切れが何回か多発して、あこれはもう資産になんないかでやめようと思ったので、うん、あとなんかもう、常にプレッシャーかかるんですよ。なかったらどうしようみたいな。 だから僕無罪子も僕は合わなかったんですね。合う人は別にやってもいいと思うんですけど、要は人って合う合わないあるんで、うん。合う人は全然そのままやってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、それぐらいですかね。eBay の失敗談。あ、あとあった。アカウントを作りすぎたことです。複数。 これ失敗なんですね。僕最大5つ作ったことあるんですよ。で、結局、eBay ストアって言って、ストア料金取られちゃうんですよ、月額。うん。こだから、一万払ってた時は、2つアンカーでやってたんですよ。2つアンカー。これだけで、月々6万円くらいかかっちゃうんですよ、固定費。 これはやんなか、やんない方が良かったですね。ぶっちゃけ言うと、僕、一つで十分だと思います。あの、アカウントって。なんでかって言ったら、あの、別にカテゴリー分けできるし、あと、管理も楽。だって、二つあったら二つログインしないとじゃないですか。あと、ごっちゃごちゃになったりとか。あと、コスト低い。 これもね本当に5個なの作んなきゃよかったっすねだって1つ大きなペナルティ食らったら他の4つあの連鎖連連鎖連鎖で潰れちゃう可能性あるんですよだから1つなんか重大なトラブル抱えてあのー、なんかトラブったら他の4つ潰れちゃう可能性あるんですよだから例えば 一つ売れたけど気づかずに1ヶ月2ヶ月過ぎましたみたいなそうしたら他の4つがも,もしかしたらダメージ食らっちゃう可能性あるんですよだから複数アカウントはマジでやんなやんなかやんなやんなければよかったですね本当にまたあのこれぐらいですかねだからこういった失敗なんて結構実はあの 参考になるところってあるんですよあ、だから僕の失敗談僕の失敗の経験をあの生,か生かしてもらってっていうかあのー、あこいつと同じ失敗はしたくないみたいな、うん、こいつバカだと思っていただいて,て大丈夫です本当に僕だってもう失敗してあのー、失敗して経験してその繰り返しなんであの失敗は僕失敗だと思ってないんですよ あの失敗は経験だと思ってるんですよだからこのいろんな経験をしたてだけですね要はだからでもこの経験を最初にその経験をこの動画で聞いてあじゃあ確かにここ無駄だなとか交通費無駄だなとかあ、あのー、結局遊び行っちゃうなとかあ複数のアカウント持ってるとそういったデメリットあるんだなとかあ確かにお店に行っちゃうとついつい買っちゃうよなみたいな。 うん、こういったものをですねやっぱりもう一度、まあ、見直してもらうと、まあ、結構あの省ける部分を省けるんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっとでも参考にしてください失礼します。